アナトーリー・ディブコバーは、大数機科学及び大数多様体の異相機科学分野における業績で知られる、ソ連、アメリカの数学者である。1949年に、ソ連のモスクワにて生まれ、移民政策変革運動に積極的に関わった後、1973年にイスラエルに移住する。彼は、モスクワ大学にて、ユーリ・マニンとテルアビブ大学にて、 ボリス・モスクザンと共に学ぶ。1977年にテルアビブ大学にて博士論文を書き終えた後、プリンストン高等研究所にてポスドクとして研究活動を行う。リベガーバーは客員教授としてフランス高等科学研究所、マックス・プランク研究所、バークレイ数理科学研究所、ハーバード大学、コロンビア大学をはじめとする様々な大学。 研究所で教弁をとり、2010年に退職するまで、彼はイリノイ大学で教弁を取った。現在は同大学の名誉教授である。当初、副素者へ空間上の完全交差の微分動症類を研究していた。後に、この研究が保持数とチャーン数との関係の発見につながる。彼はアレクサンダー多公式の手法を用い、 平面大数曲線の補空間の基本群についての研究をする。これによって、リベガーバーの分割定理が示され、特異点の配置や特異点の局所不変量といった基本群同士の顕著な関係性が示された。さらに、彼はアレクサンダー多公式の多変数拡張を与える基本群の特徴多様体を導入し、これを用いて、 射影空間上の超極面補空間のホモトピー群と超平面配置の位相基下についての研究を行う。1990年代初期には、大数基科学と物理学との相互作用についての研究を行い、射影空間における完全交差上の有利曲線の数え上げについての鏡面対象予想を与え、さらに特異点大数対応体の大円手数理論を展開した。 ありがとうございます。